状況は悪くないけど物資が不安だな。調達をお任せできる方は。おっと、これは。状況は悪くない。おっと、これは願ってもないよ。ようこそ、いらっしゃいまし。今後ともごひいきに。いやあ、これは。いらっしゃい。毎度どうも。そこをどけ。どかぬならばこの場で切り捨てる。お前を止めろと角道に言われたのだ。俺の先を急ぐ。全力で行くぞ。やっぱ今こそ敵の要所を叩くのだ。さあ参ろうぞ。
なるのみ。ここは引くしかないか。私が行かねば援軍は望めぬというのに。みんな剣装の用意はいいか。ラグラマの策に従い中心に向かうぞ。敵将討ち取ったり。この勝利皆のおかげだな。緑殿のものだ。貴様らなどに預けてはおけぬ。ここには劉備殿のご家族が。命に代えてもお守りせねば。敵の狙いはこの地と見た。者ども守備を固めよう。定まった。敵の足場を崩し戦意を損。かねやめだやめ。こんなのやってられっかってんだ。敵将討ち取ったり。この勝利皆のおかげだな。おお兄者、なりましたな。大したもんだぜ、兄者。おお、ご助勢、感謝します。おかげで北条を奪われずに済みました。軍に見えているだろうか。どこから見ても両府配下ですよ、早急様。さあ、剣術の兵糧をいただくとしましょう。うん？両府の手の者か。よもや、また無心に来たのではあるまいな。早急様、どう答えるべきかご指示を。私が兵たちに合図で伝えます。して今回は何が欲しいのだ。兵か兵糧か。どう返答したものでしょうか。ご決断をお願いいたします。
なるほど、そのような腹積もりであったか。我が子と呂布の娘の縁談はどうする気だ。呂布は何か言っておらぬのか。どう返答したものでしょうか、ご決断。妙な話ではないか。合点がいかぬな。そなたらの陣中に造反の気配はないのか。不穏な動きがあるなら力は貸せぬぞ。まずいですね、炎術の目ものすごく。そうか、そう考えておったか。兵糧が足らぬと言われてもな、こちらも余裕があるわけではないのだぞ。どう返答したもの。なるほど、そのような腹積もりであったか。うん、まあよい、兵糧を出してやろう。縁談の件くれぐれも忘れるでないぞ。よし、うまく兵糧を手に入れられたぞ。角殿の策、見事なものだな。早急様、兵糧は輸送部隊に預けました。すでに巨匠と帝都に向け進発しています。していただけますかな。この火事が我が果てか。王位のもとに志を散らすと、なんと無念。敵将抜き取ったり。何じゃ、ありましたな。
で防御体制を取るのだ。おう、俺の前に立つと、いい度胸。我が大将、果たしてみせる。敵将、討ち取ったり。大したもんだぜ、兄者。話せ、雑魚どもが。この両方戦に縄を打つなど許さんぞ。己が武の身を頼み死を顧みた呂布、それがお主の敗因だ。それが軍略というものだ、呂布。武に任せ、暴れるだけのお前ではわしには勝てん。ならば、お前が言うその軍略と俺の武が合わさればどうだ。ほう、我が軍門に下る気があるか。そうそう、呂布の本性は獣、その分惜しみ惑われませんよ。己の指、さらばだ呂布よ。最強の武を誇りながらこの可否に果てるがいい。乱世の猛獣は去った。劉備、徐州は再びお主に任せる。民を戦に巻き込み、多くの血を流して私は徐州に戻ってきた。呂布を除かねば乱世は終わらぬという曹操殿の考えは正しいだ。だが血を流さぬ道はなかったのだろうか。曹操殿は目的を果たすため最短の道を行く男。乱世を終わらせるためにはいかなる犠牲も厭わぬのでしょう。兄者とはまるで違う野郎だな。ま、その曹操から離れて徐州に戻れたのは良かったじゃねえか。ここを曹操も羨むような立派な国にしてやろうぜ、兄者。まずは幾度の戦乱で荒れた徐州を立て直すことが先決だ。雲長、翼徳、共にこの地を再び豊かな地にしよう。
この地は竜玄徳が制圧した。皆の者よく聞け、今より我らは不尊にも帝を戦勝した炎術を打つ。炎将、悪いがこたびの戦の指揮はわしに任せてもらおう。董卓の時のように逃がすわけにはいかぬからな。なんだと。今さら玉璽を持ち出して帝を名乗っても何の意味もない。それが分からぬ輩はここで必ず仕留める。ああ、俺も炎術の下でずっと働いてきたが、奴は権力と名前に固執しすぎだ。これ以上奴を調子づかせたら世の中はもっと混乱しちまう。奇遇だな。私もお前たちと同じことを思っていたぞ。奴は名族炎家の恥さらし。この私が直々に成敗してくれるわ。皆理由はそれぞれながら、炎術討伐という志は一緒だ。私も助手を脅かす炎術をこれ以上放ってはおけぬ。ここで必ず打ち果たす。いたずら、お、世を乱すなど断じて許すわけにはいかない。あの要衝を抑えた方が勝ちそうじゃの。急行せい。ここで防御体制を取るのだ。炎将殿に会い和解を取り付けねば。妖子、鬱陶しい劉備軍は任せたぞ。劉備軍など増兵の集まりよ。この妖皇の相手になる者などおるまい。ふざけやがって。目を果たすことができぬと。あの要衝を抑えた方が勝ちそうだ。逆走せい。この勝利皆のおかげだな。おお、何じゃ。やりましたな。助けは来ないってことか。それじゃ勝ち目なんかないだろう。食い物が足らなきゃ奪えばいいんだよ。
ここにいっぱいあるじゃねえか。命あってのものだねだろうが、さっさと蓄えを出しやがれ。ずらかるぜ。食いもより命の方が大事だ。敵将撃ち取ったり。お見事。見てるこっちも奮い立ちますぜ。電子があるのに。敵将撃ち取ったり。皆の規範となるようこれからも精進せよ。負けちまったか。食料がなけりゃもう戦えねえ。皆様のおかげで食料は全て無事でした。なんとお礼を申し上げたらよいか。この主、皆のおかげだな。おお、素晴らしきお働き。戦うなんて無理だ。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。敵の勢いもはや止められぬ。私は逃げるぞ。敵前逃亡とは将を風上にも置けぬ。その腐った将へ叩き直してやる。剣業が落ちるとはなぜこのような目に遭わねばならぬ。この勝利、皆のおかげだな。お見事な戦ぶりです。伝令、縁員様が敗走しました。剣業は孫策軍の手に落ちた模様です。敵はますます調子に乗ろうな。進行に備え、急ぎ守りを固めよう。
曹操が来たらと。あやつだけはわしに近づけるでないぞ。部隊がなかなか着きませんね。何かあったのでしょうか。今俺がここを開けたら敵につけ込まれる。様子を見に行けりゃいいんだが。
ったのが運の尽きだぜ。その2は俺たちがもらった。こら、勝手に触っちゃダメ。それは私たちのものなんだから。我が大使、果たして見せる。いてて、格好の獲物を逃がしちまうとは。これでご飯をみんなに届けられるぜ。お、かっこいい。この地と見た。このども、身を固めよう。帝であるチンを前にして無礼な奴らめ。誰か、あやつらを打ち払え。やっせ。気を逃してはならん。攻め抜け。孫策か、いまいましい。属国孫権のところに送ってやる。行くぜ。この戦、取った。行くぜ。一気に敵陣を叩く。引かぬ。
ちと見た。この者も守備を固めよう。効かぬ。やられた。このままでは兵器も止まってしまう。敵将討ち取ったり。大したもんだぜ兄者。ここを失っては戦にならぬ。わしが守り抜いてみせる。敵将討ち取ったり。おお兄者やりましたな。バカありえぬ。このような無様を陳が晒すなど。これで振り方を語った者の末路か。私の目指す道の先は果たして演術は滅んだ。残った私こそがやはり名族として世を正しい方向に導かねば。現実の末路を見てなお名族にこだわるか。世はすでに撫で収まるものではない。この乱世圧倒的な力で新たなこだわりを敷かねばならぬ。わしはこれまでもそしてこれからもそのために戦う。俺たちがいた頃から奴は権力に固執していた。そんなもん何にもなりゃしねえのによ。名前や権力なんか俺たちには必要ねえ。確かな地盤と仲間、それさえありゃいいんだ。目的を達すれば連合は解散。ここからは互いに敵となるであろう。早晩再び助手が脅かされぬとも限らぬ。その時私に何ができるであろうか。申し上げます。帝のおそばに仕える東将様の使者が見えました。なんと、すぐにお通しせよ。帝は今や曹操の傀儡となってしまいました。東将様は帝をお救いすべく逆賊を討たんとしております。東将様は同志を集めています。劉備様にもどうかこの連名状に名前を書いていただきたい。遠州殿や孫策殿の名前まである。曹操殿はそこまで権力を欲しいままにしているのか。だが歩む道は違えど、曹操殿がいなければ私は徐州に戻ることはできなかった。では劉備殿は逆賊の味方をされる。いや、帝がお心を痛めていては政も揺らぎ民も安寧を得られぬ。私の力でよければ喜んでお貸ししよう。ありがとうございます。では私は東将様への報告がありますので、これで。
これで曹操も年貢の納め時ってやつだな。しかし兄じゃ、拙者は少し引っかかり申す。仮に我らが曹操殿と通じておれば、たちまち計画は露見し、あの使者も無事ではない。ですが、あの者はこちらの反応も伺わず、あっさりと連名状を披露いたした。密使にしては行動が軽すぎ。大軍が徐州に向けて進軍中とのこと。何？なぜ曹操殿が我らを攻める？申し上げます。曹操は劉備様が曹操暗殺計画に加担したとの名分で兵を挙げた模様。なんと、もしやあの連名状が露見したのか。兄ちゃん、こうなっちまったら仕方がない。早いとこ迎え撃つ準備をしようぜ。だが我らは貨幣、正面からぶつかれば砕かれるのみ。同情しても勝ち目は。じゃあどうすりゃいいんだよ。助手を捨て逃げる。私がいなければ助手が戦乱に巻き込まれることもなかろう。兄者、本気かよ。助手は幾度となく戦乱に巻き込まれた。それが今日ようやく安寧な暮らしができるようになったのだ。その平穏を私の軽率な行動。連長、よくとく、ここはこらえてくれ。今は曹操から逃げることを第一とする。曹操軍の動きがこれほど早いとは。かり囲まれてしまった。敵は大軍かつ盛況だが、何としてもこの窮地を脱しなくては。